アバディーンシャーアバディーンシャーはスコットランドの行政区画の一つである。現在の区画の中にはアバディーン市は含まれず、市のみでユニタリーの一つとなっている。しかしアバディーンシャー議会はアバディーン市内にある。スコットランドの行政区画で議会が自らの生きがいにあるのはアバディーンシャーだけである。南部はアンガス、パースキンロス、西はハイランド、 マレーと接している。総面積6313平方キロメートル。人口24万1500人。現在の名前は歴史的にあったアバディーンシャアの名称にちなんでいる。これは1975年に廃止され、後1996年までバンフブキャナン、ゴードン、キンカーディンリーサイドの3つに分かれていた。この区分の中にはマレーとアバディーン氏も含まれていた。 1996年に再編され、その際にマレーとアバディーン氏は除外された。極めて多数の川と小川がアバディーンシャーにある。夏季は過ごしやすく、冬は一般的に寒い。海岸部の気温は一般的には内陸部に比べ夏季に涼しく冬暖かく、北海によって穏やかになっている。海岸部の課題はノームである。ありがとうございます。